レディーラックは、プロバスケットボールチームである、鹿児島レブナイズの専属チアダンスチームである。名称の由来は、鹿児島レブナイズの RE と、勝利の女神、幸運の女神を意味する、レディーラックを掛け合わせ、レディーラックとしている。リブナイズの勝利の女神になれるように、という意味が込められている。2012年、当時の日本バスケットボールリーグ二武器校所属の、 鹿児島レブナイズレノバ鹿児島レノバ鹿児島の専属チアダンスチームとして発足。2016年 B2 リーグ加入に伴いレノバ鹿児島は鹿児島レブナイズとチーム名を解消。レティラックは継続して専属チアダンスチームを務める。2018年3月28日 B2 リーグの熊本ボルターズ対バンビシャスならの試合において B リーグで唯一専属チアリーディングチームのない 熊本ボルターズのホームゲームを盛り上げるため、レティ・ラックがゲストとして参加した。2019年2月10日、公式 Facebook 及び Twitter において、鹿児島レブナイズの専属チアチームとしての活動停止を発表し、当日の鹿児島アリーナでの試合を最後にレブナイズの応援活動を終了。運営会社との間で、チーム運営に関して、 意見の相違があり、意思統一できなかったためとしている。ありがとうございます。